よりひと妃近く8月29日から1955年3月4日は、日本の旧皇族。東伏見宮よりひとの日岩倉智貞公爵令嬢母は、沢田めりょう令嬢久子,子。1876年8月29日、岩倉智貞公爵の長女として誕生。はじめ家族女学校に学ぶが、 東京女学科に転校して卒業。安井春子に漢学を、西川清子に英語とピアノを、中島歌子に和歌を、野口商品に絵画を、それぞれ指示した。1898年、より人親王と結婚する。結婚後も、教養や語学に磨きをかけるとともに、写真撮影を愛好し、夫妻で旅行を楽しんだ。用紙短令で、 中日の欧米外交官との社交で活躍。1893年に来日したオーストリア皇太子、フランツ・フェルディナントは、舞踏会であった、よりひと新妃の近子を、極めて美しく、魅力に溢れた女性と評し、結婚わずか8日後に、夫のよりひと新がヨーロッパへ出発したと聞いて、同情したと記している。また、皇順皇后が、 皇太子妃だった頃の補導役も果たした。社会事業にも積極的で母の岩倉久子公爵夫人の後を追い愛国婦人会、大日本婦人衛生会の総裁を務めた。東伏見宮邸では4頭の愛犬を飼っており、食事の際には夫妻の膝に乗ることもあったという。山目妃となった後も皇族女子として活躍したが、1947年10月14日、 皇室天範第14条の規定により、皇族の身分を離れ、東伏見近子となった、女優、小桜陽子のおばであり、その長男、加山雄三にとって、大場にあたる。ありがとうございます。